こんにちは、山部です。天井です。武田です。さあ、今日は来ましたね、早稲田に。早稲田大学。前回はその馬場歩きで、馬場の駅から早稲田まで歩いて見どころを紹介してきました、うん、今日はですね、早稲飯をみんなに紹介しましょう。しゃー、早稲飯、いっぱい食えるよ。やった、食べちゃいますよ。じゃあもう晴れてんで行きましょう。行きましょう。もう食べちゃいたい。分かって TV。 やっぱその早稲田飯の僕のイメージいいっすか、今日早稲田じゃない人間から見た早稲田飯のイメージなんですけど、やっぱその量が多くて味が濃い、そういうイメージですね。正解。合ってる。合ってる。やっぱ早稲田って言ったらバンカラじゃないですか。そうっすよ。バンカラって言ったら量なわけですよ。量だって味のこってり具合なんですよ。まさに人で表すとこんなわけですよ。誰が、確かに誰が早稲田飯や。あ、なんかここいいっすね。なんか早稲田の下町っていう。武闘家といえばですね、もう絶対、まあ徳ラーメン行っちゃう。行っちゃいましょう。徳ラーメンですよ。ここはね、本当にうまいから、最高にうまいですよ。何がいいかっていうね、ここライスが食べ放題。よいしょ。お、まず丼がでかいから。はい、いいっすね。どうぞ、皆さんも。濃いラーメンなんで、やっぱりライスが合うんですよ。ちなみに残すと怒られるから。これ好みが分かれますよね、本当に。めちゃくちゃ濃いんで。そう、1回目結構苦手っていう人多くないですか。うん、だんだん中毒になっていくタイプなんで。いただきます。このスープ、濃厚。いや、これ、ほんまにうまいですね。うん、いや、僕ハマっちゃいましたわ、これ。ハマっちゃいました。この豚骨やばいっすね。やばい。武闘家やっぱりこの後ニンニクを入れるのが最高にうまいんですけど、ニンニク食べた後はその一緒に食べに来た女の子とはできないですね。犠牲は大きいっすね。大きいけどうまい。それぐらい、まあ、それよりもうまい。武闘家好きな早稲田大体好きそうです。なんか、なんかイメージできる、やっぱね、このすげえイメージ。やっぱ欲望の塊をやっぱ食べる感じ。なるほどね。そうでしょ。ごちそうさまでした。よし。まあ、見てください、これカレーライス450円ですからね。いやー、このボリュームですよ、これ。これ、もう舞踏家行ったんじゃん。まあ、さっき舞踏家とかだったら好き嫌い分かれるじゃないですか。うん、まあ、おとぼけだったらとりあえずおとぼけ行っとくみたいな。そう、おとぼけはやっぱこれ歴史があるから、2、30年上の先輩とかと話が合う。へー、そうそうそう、なるほど。そう、早稲田これいいですね。壮大です。早稲田出身なんやみたいな。おー、じゃあおとぼけとか行ってたみたいな。いや、全然なるんですよ。まあ、これが普通のよく定食がありそうなカレーですね。でもこのいいっすよね、この銀の皿がね。いただきます。そうそうそう、うん、うん、あのポンカレーまあ普通です。いやいやいや、食レポしといて、まあ普通ですよ。食レポしといて、まあ食べてるんですよ。カレー大盛りで、うわあ、なんだこれ。なんかいやいや食べてる感が。あ、なんか重くないっす、とんかつ。軽いっす、軽いっす、サクサクしてて結構あっさり食べれる。穴八幡神社に来ました。お、来ました。これが早稲田で有名なお寺、神社ですね。もうすぐ近くにあるんで、大学の、はい、なるほど。じゃあ、じゃあ神社お参り行きましょうか。行きましょう。行きましょうか。じゃあ天海大先生、やっぱり神社って言ったら天海大先生ですね。いや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 、いや真ん中通っちゃダメだから、ここらも分かってるんで。神様への愛を示さないとね。みんな僕の動画見ました、前の愛を示さないから。何何何、え、あ何してんの。よろしくお願いします。もう一個いい時、ここにちょっと座ってみましょうか。木から生まれた子みたいなんですよ。私は木から生まれた女の子、タカ子、おんにゃー。早稲田堪能しましたね。いや、早稲田堪能したね、本当にもう最高だね、早稲田は。まあ、これでね、新入生も早稲田どこ行けばいいか分かったと思うんで、じゃあ今日はそんな感じで、バイ。